青ヶ島丸は伊豆諸島開発が運行している、可客船である。貨物は東京港芝浦埠頭、八丈島と青ヶ島三保港を結び、旅客は八丈島と青ヶ島を結んでいる。青ヶ島丸就航前は、旅客船原住丸及び貨物船黒潮丸が青ヶ島航路についていたが、船例は共に20年を超えて老朽化が進んでいた。玄珠丸は、 小型軽量船であったため、揺れが激しく就航率が50%程度と低いという問題を抱えていたことや、八丈島青ヶ島航路は、青ヶ島島民にとって唯一の生活航路であるという役割を考慮し、航路経営の効率性からも、厳重丸と黒潮丸の機能を一石で担う大型化した、可客船を導入することになった。新造船建造のスキームについては、 鉄道建設、運輸施設整備支援機構との共有建造方式を採用している。以前の原住丸は八丈島八重根漁港を利用していたが、船の大型化により主に底土港に変更された。それにより 7km ほど航路が長くなったが、高速化により従来と同等の所要時間を維持している。底土港への変更により、 東京八丈島航路と同一の港を利用することとなり、東京からの乗り継ぎが便利になった。毎週日曜日は運休日であり、木曜日が東京港への貨物の積み込みのために八丈島青ヶ島航路は運休となる。現住丸に比べ就航率が向上したとはいえ、青ヶ島港は風浪、潮流の影響を受けやすいため、 就効率は60から70%にとどまっている。二等選出のみ、ありがとうございます。